今体重何キロなんだろう。もう体感でお腹が減ってるぐらいしかわかんないかんな。腹は今こんな感じ。何キロぐらい落ちたと思う。今腹はこんな感じ。今減量何日やった ?2 週間ぐらいか。今腹はこんな感じですね。そうそう。8キロぐらい落ちたかな。だいぶ落ちたよね。言ったでしょ、炭水化物取らないと痩せるって。7、8キロは落ちてるよね多分ね。もう少しだね。本当はね、皮が伸びてるから皮がしぼむのに3ヶ月ぐらいかかるのね。そうすると腹筋がギューって割れるんだよ。皮が縮むの。そのデブの人ってさ、皮が伸びきっちゃってるから、プニプニももうないよ。腹プニプニもないよ。坂谷おはよう。捨て頃はネット配信俺がやるわけじゃなくて、鶴さん、便所太郎さんがやるよ。安いか微妙。飲み放題で2時間で新宿でやって3500円で、ある？軽食ついて普通に飲食安いと思うけど、俺相当交渉したんだけど、新宿の歌舞伎町で3時間飲み放題で、で軽食ついて3500円って普通に考えて、じゃあ他に用意できる？これが高いか安いか微妙なの。すげえな。貸し切りだよ、しかも。店を。普通に安いでしょ？ないでしょ。相当交渉したからね、俺。安いでしょ？普通にリスナーのことめちゃめちゃ考えてると思うけど。びっくりするわ。生主同士割り勘が多いね。っていうか基本割り勘だと思うよ。うん。普通に安いよね。地方だったらわかるけど、安いか微妙って。歌舞伎町で多分飲みほで軽食ついて貸し切りだったら5000円、6000円かかると思うよ。切りよく5000円にしとけば、そう、いや、抜くやつもいるんだよ、正直言うと。小遣い欲しいから、1500円抜く人もいるけど、俺はなんか、その、なんつうの、交流だと思ってて、リスナーさんとの。だから俺も払うのね。だから中抜きとか一切やんない。そうだね、店は赤字だよ。でも付き合いでやってくれるって言ったから、20人ぐらい呼んでやっとね、黒、15人呼びは黒になると思うけど、これ赤だと思うよ。赤っつうか、そんなに美味しくない案件だよね。店としては。別に黒は出ないだろうけど。ねえ。安いよね。
うちのリスナーさんそんなガバガバ飲む人いないから。俺も飲まないし、ジュースだから元は取れると思うけど、バカ飲みはしないから、大人だから。それこそ段ボールとか来ればいいのに。不参加っていうか来ないと思うよ。別に不参加とかないけど、うん、全員俺の可愛いリスナーだから、うん、会いたいって言ってくれて、ハブみたいなのは俺は嫌いだから。まあ、本人が来たいって言うんだったら呼ぶけど、でも別に美味しいことなんか起こんないよ。普通に交流会だから。ねえ、不参加っつったよね。ねえ、ダンボールねえ来ればいいのに。いや、まあ酒飲まなければおとなしいよ、こうやは。飛び出すことはやってはいけないことなんだと思いました。配信者としてダメだな。まあいろんな人と絡んで勉強すればいろんな人と絡んで勉強すればいいんだよ。自分の生き方負けなければいいんじゃないの。楽しんでて、普通に話してでいいと思うけどね。全然嫌われて炎上させたかったらあれでいいんじゃね。その後も自分で完璧にアウトだな。ああ、ベンジョさん、和骨です。いや別に荒らしてもいいんだけど、それを謝るとか、その批判も受け入れろよって感じですよね。別に争おうが何しようが、カメラ回ってるんだったら表現者なんだから、別に何やってもいいけど、その代わりその後、怒ること、要は嫌われるとか、ぶん殴られるとか、それも込みで全部受け入れてんのが金梅さんだから、そう、スタイルを自分で考えてやれよっていう、信念持ってやってれば認めてくれるリスナーさんもいるから。で、俺は、飲み会の場面でなんで切れてたのかって、場の空気乱したからだと思われてるのがすげえ嫌で、俺配信者としてすげえ怒ったの。なんでお前謝ったのってすげえ怒って。お前が俺に謝った時点で、お前のリスナーに対して失礼なんだよって。お前を応援してる。突っかかるなら半端に突っかかってくんなよっつってブチ切れたの。だから場の空気乱すとかどうでもよくて。やるんだったらとことんやれよっていう配信者だったら。その中途半端さにムカついたの俺は。それでぶん殴ろうとしたの。うん。そんな初めから嫌われるのが怖いんだったら余計なことすんなっていう。そう。しーちゃんおはよう。なんかね、切れてる沸点がね、多分他の人と違うと思うんだよ。別に場の空気壊そうが何しようが、俺はどうでもいいと思ってるから。そう。もう突き抜けるしかないと思ってるから、荒野は。頭いいタイプでもないし、ネタができるタイプでもないし、自分のスタイルは一個しかないタイプだと思ってるから、半端にやるんだったら絡みたくねえ。
別に喧嘩売って俺に殴りかかってくるんだったら別に買うし。周りに謝れっつって謝ったんだよ、こいつ。それはさ、荒野のファンからすると、萎えるじゃん。はぁって感じだ。もっと荒らせよって感じだと思うの。自分のファン大事にできないやつは俺は配信者じゃないと思ってるから。おはよう、アイカ。あ、テルチャンピン応援 TPC、三重県さん。三重県人さん、おはようございます。これ、コテハンなの。うん、おはよう。テルチャンピン強かったね。でも、テルチャンピン呼んでよかったんじゃないの？捨て頃的には。テルチャンピンのファンは、テルがどれくらいできるのか見たかったはずだし、株上がったじゃん、テルの。で、俺とテルのマッチメイクがさらに面白くなったんじゃない？和道がまた勝つって言われてたのが負けるに確定、ひっくり返ったわけじゃん。またどっちが勝つか負けるかもう揉めてるわけでしょ。対戦カードとしては面白くなったんじゃない？いやだからチャンピオンは強いって言ってんじゃん。ただね、ちょっと嫌だったのがあいつトレーニングするわって言って帰ってったんだよ。ちょっと面白くなってきたからトレーニングしてするわって。しかもあいつがバカなのが、普通ね、練習1週間前、試合1週間前ってトレーニング禁止なの。で、弁護さんからも、怪我しないように1週間前はトレーニングしないでくださいって、各自の責任でお願いしますって DM 来てるはずなのに、1週間前に練習するわって言ってたからね。アホすぎるだろう、本当に。まあ、そこがチャンピンの面白いところなんだけど、もうバカさ加減が突き抜けてんだよね。でも強いっていうね。ねえ、盛り上がったでしょ？呼んでよかったよね。うん、一線を越えないようにやるっつうのが中途半端だっつってんの。お前何も分かってねえじゃん。捨て頃アクセスどれくらいいくんだろう。サバ落ちぐらいやりたいよね。ふわ、ツイキャスの。ツイキャスのサバ落ちは期待だよね。陰で悪口やケチ言うのを嫌われるから言うなら本人の前堂々ということ。ああ、まあそれはそうだよね。これは基本だよね。配信者は陰口言ったらダサいから、もうバンバンリアとしてバンバン言いたいこと言えばいいんだよね。でぶん殴られればいいんだよ。一戦こういう逮捕されたりボコボコにされるかおとなしくしとく。そうですよね。もう、ただ、おとなしくしてたら配信者として誰も興味湧かないと思うから、もう、ボコボコにされまくって逮捕されまくるしかないんだよ。本当に上行きたいんだったら。それからもう配信で食ってくの諦めて、おとなしくしてろ、雑魚って感じだよね。あと一個殺意湧いたのが、和道さんのリスワンに協力してあげたかったんですとか言われた時は本当にぶっ飛ばそうかと思った。本気で本気で言いやがったから、ふざけんなよっつって、てめえみてえな雑魚がいなくてもリスワンずっと取ってきたんだよっていう、なめんなっつって本当に切れた。配信外でめちゃめちゃ説教した。ちょっとリスワン取れたからって調子に乗んなよっていう、マジで殺意湧いた。それは完全に舐めてるなこいつと思って、ああもう本気で切れそうになりましたね。周りも止めに入ってましたね、うん、何年やってると思ってんだよっていう、てめえみてえなポットでに言われたくねえわそんなことっていう、完全に舐められてると思ったね。中途半端はリスナーにも伝わるよね。で、売りはそこじゃないからね。とことん突き抜けてほしいんでしょ。そう、僕のおかげで取れたでしょみたいな言い方されたから、ふざけんなよっつって、うん。マジで殺意湧いたよね。
あれ多分他の大手だったらぶん殴ってると思うよ。冗談抜きに。深夜とか光くんが言うならお願いしますってわかるじゃん。俺実際深夜庁にリスワン撮りたいからサムネ映ってって言ったし。俺ね、深夜庁にサムネお願いしたの。帰るって言うから、俺リスワン今日撮りたいからちょっと協力してもらえるって言ったら深夜庁いいよって言ってくれたの。で、その後電波がプスだったからパソコン配信に切り替えたの。その時に荒野は何て言ったかって言ったら、売名したいから僕もサムネに映してくださいっつって、俺は深夜庁を映したかったのに、荒野がお願いしてきたから映してあげたんだよ。わかる？俺としてはさ、それでもリスワン取れると思ったから、自分の力でいいやと思って、荒野売名させてあげようと思ってやったのに、俺の力で リスワン取らせようと思ったんですって言われた時は、ほんとぶん殴ろうかと思ったよ、マジで。ファンタスティポさん、バカありがとう。こいつ全然分かってねえと思って。まず俺のリスナー荒野とか全然興味ないから、クソガキ。本当に殺意湧くわ荒野は。10年早いって本当だよね。テルチャンピンがぶん殴る気持ちわかるもん。テルチャンピンが荒野ぶん殴りたいっていうわかるよ。なんで荒野って大手と絡めてるの？そこはあれじゃん？無理くりじゃないの？ 無理くり突撃してるんじゃないの？許されきゃキャラクターでしょ？そこは。そこはなんか、あれなんだよ。なんかあるんだよ。いじりたくなれないから。なんかね、大手をイラッとさせる何かを持ってるんだよ。可愛がってるのは可愛がってるだろ。名前出すっていうことはそういうことなんだから。本当に嫌いだったら死活するでしょ。本当に嫌いだったら鹿とぶっこんでりゃいいんだから。イラッとさせる何かを持ってる。だって二次会の時なんかすごかったからね。ゆうゆうってさ、辰彦さんの旦那、お嫁さんじゃん。あと心ちゃんいるでしょ。セクシー女優の心ちゃんいるじゃん。ずーっとおっぱい揉んだりセクハラずっとしてるんだよ。こいつマジでやべえなと思ったもん。本気でずっとセクハラしてんの。カメラ回ってないのにだよ。やばいよね。あのね、病気持ちだから多めに見てあげては通用しないよ。俺だって病気持ってんだから。病人だったら何やってもいいと思わないからさ、俺は。アレクチおはよう。すごかったよ、本当に。ツイッターに写真あげたけど。本気で心ちゃん嫌がってたからね。ゆうゆうなんかビンタ5、6発かましてたよ。お前いい加減にしろよつってバチーンつってゆうゆうマジぶん殴りしてたからね、後半。すげえよ、本当に。あれね、本当毎回そうなんだと思うよ。いや、僕もそう思いましたね。お前のこと言ってんだよ。いや、いつか殺されると思うよ、本当に。サメ島さんが最高に嫌いって言ってたら、わかるもん。サメ島さん多分ボコボコにすると思うよ。旦那さんはやれやれって言ってた。興奮するって言ってた。
自分の嫁がおっぱい揉まれてるのめっちゃ興奮するっつって股間触ってたよ。変態だわと思って。旦那が変態でよかったよ。そう、なんか寝取られるシチュエーションがめっちゃ興奮するらしい。何それと思って、旦那のリアクションおかしいでしょと思って、おはようネク。おお、マリアはどつ。ユユの旦那は変態だから。こうや何回もボコボコにされてるよ。警察にも捕まってるでしょ。はじめまして、エリさん。おはよう。フォローしてね。ナツさん、おはよう。全く懲りてないっていうか、極端に酒癖悪いんだよ。エリさんフォローありがとう。いや、もう信用はないでしょ。もう信用はないよ。あるわけないじゃん。まあ別に俺はいいんじゃねえと思ってるけど、配信者だから。信用を築かないといけない時に、信用ゼロのところからマイナスに一気に持っていく配信者ってすごいよ。配信者としてデビュー1ヶ月でさ、これから信用をさ、作っていかないといけないね。こんにちは、ジュンチャラさん。見捨てるとか見捨てないとかじゃなくて、いや別に俺はね、カメラ回ってる時は表現だから何やってもいいと思ってるから、でも半端にやるやつとは付き合いたくない。とことんやってるやつと一緒にいたいから。でしょ？だから奈良の大仏みたいなリスナーを裏切るようなことするなよっつってんの俺は。もうどうせバカにはバカのやり方しかないんだから。極端にバカなんだから。タカちゃんおはよう。そう、バカやるんだったらバカ突き抜けろよって話よ。やばいな、ふわっち配信者減ってきてるな。70人しかいねえじゃん。みんなキャスに戻っちゃったね。キャスニコ生に。ルナさんはどつ。おはよう。
桃七ふわっちデビューした。あ、そうなんだ。閲覧じゃあ相当稼いだんじゃないの。リスワン確定か。新野鳥に負けてんじゃん。全然ダメじゃん。ニコ生プレアカ減ったって騒いでるけど、投げ銭で復活するんかね。投げ銭プレアカでしかできませんってなったら結局人集まんないから、投げ銭っていうかお金かかんないでやらないと無理だと思うよ、新しいニコ生。てかニコ生じゃないんだよ、プレアカ減ってんのはニコ動画母体だから。ニコ動もダメなんでしょ。生主ってパイ小さいから、ニコ動の方がダメなんだよ。でもまあ一瞬ブーム来ると思ってるから、その時にニコ生復活しようかなとは思ってるけど、うん、10月か。そう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 、まあ10月リニューアルでニコ生復活するよ。まあちょろっと様子見てやってみようかな。でもまあ主軸はふわっちじゃねえよね。もう見るのないだろうね。500円は高いよ。配信やって DS 残さない人の気持ちが分かんないよね。中学の時に登録したプレアカの料金払ってるんだけど、パスワードも何も分からないから無駄に払ってる。すげえな。中学の時ってもう何年よ。8年ぐらいずっと払ってんの。やば。すげえな。やば。もったいな。その分花火投げてよ、ダンボール俺に。もったいないよ。いや、あのね、そうなんだよ。月額のやつってそういうのを狙ってるのね。極端に解約までページを飛ばしたりとか、解約ページまで極端に分かりづらくしたりとかして、すごい儲かるんだって。だから、固定でチャリンチャリンやるビジネスってすごい儲かるんだよ。メルマガとか。ニコ生が人気下がったのは不具合やら問い合わせに対して対応な改善しないのもある。まあ運営がクソだよね。運営が私物化してんだよ、ニコ生自体を。だって運営が配信者好き嫌いやってんだもん。バカでしょ。北海道の下請けの会社なんだけど、全然ダメだよ。私物化してるから。払ってたみたい。1年ぐらい前に知った。でもパスワードとかわからないから解約できない。
パスワード再発行すればいいんじゃない。減量きついよ。お腹の肉がなくなりつつあるからな。やばいよ。ぽっちゃりが売りだったのに。ニコ生の運営、メールアドレスとかもわかんないのかね。いや、ウェブマネー対応してるよ。俺ウェブマネーだから。おはよう SR さん。おはようございます。何の記憶もないよな。10年前のパスワードとかわかんねえよな。なんか方法ないのかね。いや、パスワードがないから、ログインもできないんでしょ。ただひたすら払い続けてんだよ。多分携帯電話会社のやつで。すごい詐欺だよね、もう。だからログインもできないし、払い続けてるのみなんで。すげえな。俺ちょっと不思議に思ったこと今みんなに聞きたいんだけど、ネイル塗るじゃん、ネイル塗るじゃん、爪って伸びるの？どうやって伸びるの？ネイルがこうコーティングして硬くして爪って伸びんのかな？伸びるの？え、何それ、ネイル解くと白い部分ができてるの？伸びるんだ。じゃあ下の方から生えてくるのか、うん、ログアウトしてもう一回入り直すとパスワード、うん、根元が伸びるんだ、うん、なるほど。年間6000円捨ててることになるもんね。6000円か7000円ぐらい。もったいね。パスワード多分簡単に変えられるはずだけどね。いやでもね、スマホから多分やってると思うんだよ。スマホだと分かりづらいんだよ。スマホ超ややこしかった、あのサイト。あ、パソコンだと簡単なんだけど。おはよう。スマホでやってて同じ、普通に登録しちゃって二重みたいに。あー、うん、米食いたい。あ、
米食いたいよ。米食いたい。生爪剥がすのは痛いでしょ。拷問に使われ、嘘だろ。気まず。何これ。気まず。こんなパターンあんのかよ。俺言わないとダメだよね。荒野さん、花火10発ありがとう。, 笑うわ、こんなん。なんか気まず。俺後輩にさ、説教してた後輩、うわ、なんかはず、何これ。声ありがとう。何これ、気まず。うわー、なんだこれ、こいつ頭おかしいだろ。うわー、なんかはず、なんか先輩みたいなことされた。ありがとうございます。こいつ頭おかしいだろ、本当に。あー、もう好きに言っていいよ。お前今日から立場変わったから、たった今この瞬間から荒野はあの立場が変わったから、もう俺は何も言えなくなったよ。すっげえ精神攻撃仕掛けてきたな。うわあ、こいつは頭いいな。俺しかもさ、荒野の財布の中に1万3000円しか入ってないの知ってるの。こいつ多分なけなしの1万円俺にぶっ込んだんだよ。いや、返さないよ。やだよ。絶対やだよ。うん、俺は花火返しとかくだらないから。いや、どういうことか分かってない。いい、全然。うん、何こいつ、すげえ頭おかしい。やば。マジか、ありがとうございます。頑張ります。荒野さん、ありがとうございます。頑張ります。すげえな、試されてるよね。うわー、何するかわかんねえわ、本当に。だってさ、今までふわっちの歴史の中で花火が上がって爆笑が起こったことある？俺今まで見たことないの。花火が上がって爆笑が起こったことってないと思うんだよね。うん。あ、ありがとう、荒野。いや、荒野さん、ありがとう。花火が上がってこんだけ笑い起こったの俺初めて見たもんで。笑うわ。こんなまさかスピリチュアル攻撃仕掛けられてくるとは思わなかったよね。誰だ、裏で絵描いてるやついるだろう、これ。日本語覚えとか。おはよう、翔平さん。新しいよね、アイテムで笑いを取り、1万円かけて笑い取りに来るってすごいよね。体張りすぎだろ。チャンピンに負けそうっていうか、評判がひっくり返って、もう和道は 100% 負けるに変わってる今は。評判が 100% もうね、リスナーのこの手のひら返し。最初、和道が 100% 負ける。練習をしだしたら、和道が 100% 勝つ。で、スパーリングを見たら、和道は 100% 負けるっていう。このリスナーの手のひら返しの速さ。すごいよね。しかも前から俺はそう思ってたみたいな。俺は分かってたよ。和道は負けるの、みたいな。この言い方といい。すごい速いよ。リスナーの手のひら。もう現実しか見ないから、リスナーって。そう。やばいよ、本当に。いや、今面白くなってきてるでしょ。2点3点してもう何が何だか分かんなくなってきてる。
昨日のスパーリングはチャンピオンでよかったよね。手首ゆるゆるだよ、本当に。だってお前ら今だったらあれでしょ、チャンピオンが勝つと思ってるでしょ。チャンピオンの蹴りはやばい。あの、厳密なこと言っていい？厳密なこと言っていい？あの、言い訳じゃなくて。あの、ドレさんも実は気づいてるし、会長も実は気づいてるし、俺も気づいたことがあるんだけど、あのね、あの、あとはヒカルくんも気づいてるの。やってる人は気づいてるんだよ。見てる人は気づかないことがあるの。あのね、まあ、いいや。俺のスタミナに関しては、ちょっと、いいよ。言い訳になるから。チャンピンの蹴りって、サッカーキックボールで、こうで蹴ってるの。だから、サンドバッグって、サンドバッグって、その、スナップ効かせて打つと音は出るの。こう。でも、本当に重たい蹴りって、音はズシってくるのよ。グッて。こう重い音にすんの。こういう音。だから、一番派手な音出してたのは、チャンピンなんだけど、あれはサッカーボールってこうで蹴るんでしょ。つま先こう丸めてパンって蹴ってストーンって打つの。だからいい音するんだよ。あ、会長お疲れ様です。ありがとうございました。会長に聞いてごらん。会長はそれ見抜いてたから。だから音は一番良かったから、リスナー的には音、うわ、すげえいい蹴りって思ったけど、実は会長見抜いてるから。あれは音だけですよって。むしろ足グネールキックなんだよ。いつでも練習相手になりますね。あ、よろしくお願いします。荒野さんよろしくお願いします。日曜の MVP はどうさ、いや、僕もうやばいっすよ、ほんと。フルボッコにされてますよ。ぶったたかれてますよ。いや、3分3ラウンドってあんなきついんすね。っていうかね、あの、俺ね、会長とやったからだと思ってんの。正直。俺ね、あの、達彦さんとか、ヒカルくんとかだったら、3分3ラウンド絶対戦える体力作ってんのに、なんであんなへばったかって2ラウンド目に会長とやったからだよ。あのね、格上とやると体力すげえ落ちるんだよ、うん。ディフェンスだけはね、あ、でもね、ガードとか上げたらわかんないよ。そうそう、スネで蹴らないといけないの。チャンピオンはリーチ長い。チャンピオンはリーチ長い。経験というか集客、ああそうっすね、収穫は一番ありましたね。3分3ラウンドやったっていうの、まあ最後のラウンド 見れたもんじゃないけど、あんなのね、やったに入らないかもしんないけど、あのね、本当に息はぁってやっても入らないの。びっくりするんだよ。あの日はね、毛負い気味っていうか、ドレさんも最初に言ってんだけど、殺気が強すぎるって言って、要は気持ちが入りすぎてるって言われた。だからスタミナ消耗が激しい。見たかった？音イコール聞くじゃないですよね。でも、チャンピオンは確かにいいところいくつもあって、反射神経いいし、スタミナあるんだよ、確かに。だから、あれだよ、フックかいくぐってるんだよ。あの、無意識に。そう。音出ますよね。そう。だからね、まあまあ、だけど前評判で、今チャンピオンが強えってなってるのは、面白いことだから、うん。チャンピオンは過去にボクシングの経験あるのかね？ないって言ってた。一切ないって。だから喧嘩だけであそこまでやってるんだよ。だからまあ弱くはないよ、あいつ。センスはあるよ。確かに。ただ、俺より強いかもしんない。見た感じ。俺より強いかもしれない。正直言うと。正直言うと今のままじゃ本当に勝てないって思ってる。でも、今のところリスナーの評判はチャンピオンの方が強いになってるから。まあいいんじゃん。観客の目なんか勝ったら、勝てば官軍なんだから。勝ちゃいいんだろう。キム兄さんおはよう。サッカー選手だね、そうそう。蹴りは足首からすねの中間であったら、あれは絶対足首。ですよね、ブルマジンさん。格闘技やってる人は、あれはやばいと分かってるはずだから。この辺で当てるんですよね。この辺とかこの辺とか。俺はここで打つようにしてんだけど、こことかこことかで、この辺で当てるんだよ。あれはこうで打ってるから。そう、下馬評がコロコロ変わんのよ。で、リスナーさんっていうのはほぼ下馬だから。でもね、俺も、サッカーの人はここで蹴るって教わってるから、ボールは。ここで蹴れないじゃん。だから、あれはサッカーの打ち方なんだよ。あれはね、別にこうで蹴る人もいるの。空手の人とかも。
だけど、それは局部鍛錬って言うんだけど、めちゃめちゃ鍛えてるんだよ。局部鍛錬を経てるの。だから、あれは、簡単に言うと、俺の足グネイルキックをやってんの。足グネイルキック。要は、足首破壊する蹴り方なんだよ。だよね。サッカーの蹴り方だよね。あれは、ブロックされたりとか踏み込んじゃったら足首めちゃめちゃぐねるよ。だから多分ね、試合当日、チャンピオンは自分で自爆する可能性あるよ。まあいいんじゃん。それも経験だから。だから皮膚とかをポーンって打つ蹴り方なんだよ。効かせる蹴り方じゃないの。皮膚が痛いのなんか全然ないじゃん。そうじゃなくて、すねをもう、こう、バチって当てて、こういう腱のところを断裂する感じなの。骨で押しつぶして、思いっきりスナップ効かせて、バチンって打って、腱を断裂させるのよ。本来の蹴り方は。それってもうすごい、自分の骨と肉と骨が挟み込まれる感じになるの。それでブチって切れるわけだから。あれは効かない、あの蹴りは。音的にはすごいよ、会場とか。パンっていい音するから、おおってなるかもしれないけど、そんな音、プロの試合で聞いたことないでしょ。パチンって音、聞いたことないでしょ。もっと重たい嫌な音するでしょ。ポッ、グッ、ドンみたいな、なんつうんだろう、ボンっていうか。そうなんだよ、サッカー選手はね、こうで打つ癖をもうずっとついてるから。J リーグに所属してたんじゃなくて、なんかすごい有名な高校からスカウト来てたんだって。ビンタより小手。中の細胞を押しつぶす感じ。音しない蹴り、脳が痛い、実際。そうっすよね。音しない方が痛いっすよな。だから、一番いいのは、会長がやってた下段蹴りが一番嫌なんだよ。こうやってやらせてたじゃん。立つ日とかに。ドーンって下に落とすやつ。あれはね、なんだろう。ムエタイはしならせるの。ムチみたいにバチンって打ち込むんだけど、会長のはステップして、体重ごとこう、ドーンって落とすの。だから、あれが一番効くんだけど、あれはもう技術を覚えるのは無理。あれは。ぐのこちおはよう。あれはね、教えてくれたんだけど、会長。センスのいい人だと覚えられるかもしれないけど、俺とかじゃ無理だよ。あれは、空手とも違うんですよね。空手はね、足首の軌道が、なんつうんだろう、こう上がって、ミドル、ハイ、中、下段の3、ここまでは一緒なの。で、手首、ごめんね。手首がこう返ってミドルとか、こういって、こう、なんつうんだ、腰のキレで変わるんだよ。ここまで上げて、腰のキレで、返しでこう変わるか、軌道が変わるってやつね。ドレさんとみやびさんがいい勝負っていうのはにわかだよ。にわかにわか。100%にわか。チャンピオンは多分ミドル気味に打ってくると思うよ。ミドル気味に打ってくると思う。だからね、どこ蹴っていいか分かってないの。キックに関してはカットしかないよ。キックで、ストレートでカウンターとかもあるけど、ローは基本的にカット、みんなね、ローカットって防御だと思ってるでしょ。ローカットってこれ防御だと思ってるけど、実際やってみるとわかるけど、あれ攻撃なんだよ。これは格闘技やってる人、ブルマジンとか会長さんは絶対正解っていうはずなの。あれはなんでカットするかっていうと、ここの一番硬い骨あるでしょ。ここをすねにぶち当てるの、相手の。想像してみて。すねの一番硬くて痛いところ、弁慶の泣きどころで蹴るわけよ。そこをここに当てられるのよ。この骨の塊。わかる？相手のすねを破壊する行為をしてんの。また来てください、会長。和藤さん、ボクシングでパンするときどんな感じで打つんですか？俺に聞くの？痛すぎて泣けるっしょ。そういう感じよ。相手の、そうですよね。相手のすねを潰すんですよね。だからあれが一番有効なんだよ。カットを正確にやるっていう。
だ攻撃弾、防御と攻撃が全部ファイターって兼ね備えてるのね。おはよう。深瀬さんおはよう。だカウンターよりも相手の足潰しちゃった方がいいの。あ、折れますよ。空手家とかキックボクサーの硬いすねを折ることができるんだよ。だ格闘家がやってることは全部理にかなってるよ。基本って言われてるのは。だよね、蹴り込んだ方が倒されるなんて余裕であるよね。でも蹴らないといけないんだよ。考えすぎてもあかんから、事前に考えまくっておいて、それを練習で体に染み込ませて、あとは本能で動くようにしとかないと無理。だから練習で考えながらなんて無理。セコンドがこうやれっていうのは無理。あんなのは本当の天才しかできない。こういうパンチ打ってみろって。そう、本能で刷り込んでおかないとダメ。それこそね、ドレさん会長とか達彦さんみたいに、もうなんつうの、パターンを染み込ませておいて、いろんなパターン打てるようにしとかないといけない。だから練習で打ってないパンチは出ないっていうのは本当だよ。そう、すね当て必ずするぐらい、そうそうそう、まさにそうなんだよ。なんでサッカー選手がすね当てするかって、すねとすねがぶつかった時の衝撃を分かってるからよ。うん、そう、反復練習のみだよ。オンリーだよ。我慢大会ですよね、本当に。だからある程度のレベルまで行くと、もうカットの姿とか、ここさえ守ってれば大丈夫っていうのがあるから、だからもう本当、なんつうの、スタミナ勝負になってくんだよ。で、スタミナ切れた時、ガード下がった時とか、ボディで効いてる時、すねが、もう嫌な時っていうのが下がるわけ、絶対。絶対下がるの。どんな人間でも。どんなプロでも。だからもうそこ、これをこうさせるだけの勝負なの。これだけなんだよ、格闘技って。これをこうさせる勝負なの。ボディ打ってたらもう殴られたくないからこうなってくるじゃん。開くじゃん。すねももう嫌だったらもう歩けなくなって下がってくるのよ、疲れてくるから。もうこれだけ。こうやってればいいんだよ、ベンゾ太郎さんみたいに。ベンゾ太郎さん、これがすごい上手いんだよ。ひたすらこうでしょ、うん、そう。こうやってれば負けないよ。絶対負けないでしょ。まあ、それができてないから、ね。やられるんだけど。ドルさんに教えてもらったのと、格闘技はもともと好きなのね。で、グラップラーバキとか、初めの一歩とか大好きで、知識は入ってたの。だけど意味が分かんなかったの。そう、打たれたらどうなるとか、リバーブローがどうこうっていう知識はあったけど、打たれた経験がなかったの。でも、やるようになって2ヶ月で、その、分かるようになってくるの。例えば、花山薫と、オロチ勝美戦って分かるかな。空手家のオロチ勝美と花山薫が戦うときに、俺ね、花山薫がこうフルスイングで打ったときに、オロチ勝美がこうやって構えてて、こうやるシーンがあるの。これの意味が分かんなかったの。で、だけど、こうやってやるシーンがあるのよ。花山薫のパンチを。その後、ぐちゃっていうシーンがあるの。ぐちゃぐちゃぐちゃって言って、勝美がぶっ飛ばされるシーンがあるんだけど、あれの意味が分かんなかったのが、あれはパリングをやってるのよ。パリングって絶対にパンチの軌道下がるの。だから、勝美は防御うまいよっていうシーンなの、あれは。解説とかないのよ。パンってやった後にぐちゃぐちゃぐちゃってなるの。だけどあれは普通はパリングで落とせるパンチを、花山薫のその推進力っていうか、本当の、なんつうの、悪撃っていうか、ものすごいパワーでやると、パリングが効かないっていう伝説のシーンだっていうことをよく理解できるっていう。そう、元部が解説してたりとか、会長とか、初めの一歩で言うと会長とか、高村が解説してたらわかるんだけど、解説のないシーンってあるのよ。もう格闘技だったらわかりますよねっていう。そう。あれはパリングが効かないっていうぐらいすごいパンチっていう。まぐれあたりじゃないの。パリングが効かないぐらい、パンで弾かれてもこれが落ちないぐらいの推進力でいってるってことね。そういうのがだんだんわかってきた。握り拳でパンチすると剣のダメージ、骨骨折するから猫パンチみたいに打つって聞くけど、実際はどうなんですか？あのね、俺空手やってた時のは、もうガッチガチに固めるの。で、これをこうねじ込む感じなのね。ボディとかに。だから、前段って感じなの。筋肉ガチガチに固めて、もうこう打ち込んでいくの。
だから空手家ってこういうイメージでしょ。こういう。わかる？ずっとこうやって蹴りとか打ってるイメージでしょ。それをボディも鍛えまくって全部受ける前提でこうさばいていくの。で、お互い打っていくの。だけど、ボクサーっていうのはスピードが勝負で、ここの一点をいかにこう、クラッてさせるかっていうのに特化してるから、握らないのね。で、その、こう、当てるスナップの瞬間だけ握り込むの。それがすごい早い。その、戦い方が全然違うんだよね。スピードが。だからあのスピードと、その、インパクトって感じ。ボクサーのパンチは。破壊力っていうか、その、みんなが、イメージする、その、重いパンチとは全然違くて、インパクトがすごいの。スピードとインパクト。パンっていう感じ。ダンっていう。だから、気絶させるためだけにやってるって感じ。一歩の作者はうまいっすね。うん。一歩の作者はうまい。ダブルブロックならフックか。縦剣でアッパーから。でも16オンスなんですよ。だから縦肘も距離が難しいし、もうクリンチぐらいの距離じゃないですか。だからね、縦剣。まあフックでしょうね、一番有効なのはフックだと思うけど、どうだろうな。まあお遊びっすよ。普通にやってる人からするとお遊びだと思いますよ。素人同士の。だからそれこそ自分が好きな選手を見つけて捨て頃だったらコメントで応援するとか実際会いに行って育てるとかじゃないですか。練習こうやって打つんだよって練習一緒にやってあげるとか、それが一番面白いと思いますよ。この選手を俺育てようって決めて。いや、馬ですよね。格闘技を見るっていう楽しみじゃなくて、優勝とかないです。元木さん。トーナメント制じゃないんで。馬を見つけて、この馬育てようって決めて、うん、で、アイテムで応援するでもいいし、グローブ買えとか、あと、技術、DVD、この YouTube 見ろとか、うん。格闘技はまぐれあたりないよ。これ、宮田のお父さんが宮田に言うんだけど、初めの一本ね。ラッキーパンチはない。どんなにラッキーパンチに見えるパンチでも練習で培ってきたパンチしかリングの上では出ないって言ってんの。で、宮田はお父さんがラッキーパンチで倒れたって言い聞かせてんの、トラウマで。だけどお父さんは気づいてんの。リングの上ではラッキーパンチはないって。うん。ヒカル君と練習しますよ、ター君。あれは本当だと思うよ。要はダメな練習やってたらダメなパンチが出るんだよ。なんかね、チャンピンはね、リードジャブに近いと思う。日剣の技なんだけど、素人なりなんだけど、荒野が金ないって騒いでる。荒野今花火10発撃ったばっかりなんだけど。花火10発俺に打ち込んだばっかりなんだけど、荒野は何金ないって騒いでんの。すげえ伏線の張り方すんな、あいつ。天才だな。たった今俺に花火10発ぶち込んだばっかりだわ、荒野。愛車行ってらっしゃい。行っちゃいか。和道が吸い上げたとかやめてくんない？あいつほんと殺すぞ、ほんとに。汚ねえよ、やり方が。やり方が汚ねえよ。なに、俺を敵に回すつもりなの、あいつ。残金1万円切ったとか言って。あいつやり方上手すぎるだろ。巧妙だろ、ほんとに。作詞かよ。孫子の兵法みたいなことやってきた。うわ、なんか俺が悪者みたいになってんじゃん。格闘技続けないよ。第2回のオファーがあったら再開するけど。カツアゲみたいに言われてんの。うわ、超やだ、あいつ。本当に嫌い。本当に嫌いだわ、こうや。すげえな、本当に。罠だったね。何？花火あげた、もらった方が悪いみたいな。そんな、そうだろう。こいつ本当に超作詞だろ。作詞すぎるだろ。嫌なやつだな、あいつ。嫌なやつだな。
テゴロ部外者の俺はって書いてあるけど、ステゴロ部外者だろ。なんで俺省かれてるみたいなタイトル打ってんだよな。あいつやり方汚ねえよな。あいつのタイトル、ステゴロ部外者の俺はって書いてあるけどさ、当たり前じゃん。本当に部外者じゃん。部外者でお前が勝手に突してきて、勝手にバー荒らして、俺省かれてるみたいな言い方されても。いや、もともとお前関係ねえじゃん、みたいな。いってらっしゃい、バタフライテール。和道さんに。汚ねえやつだな、ほんとに。でもね、解説が上手い人ってやっぱ強いよ。的確な解説をする人ほど上手い。それが分かった。コメントでも、あ、この人本当だなっていうコメントと、偽物だなっていうコメントがあるんだけど、解説が的確な人はね、本当に強いよ。要は、やってるから的確なコメント打てるんだよ。うん。やってると分かる。あと格闘技の世界はドレさんもよく言うんだけど、どの格闘技が最強かじゃないんだよ。風船ありがとう。黒忍者風船ありがとう。あのね、格闘技って強いやつがやってる格闘技が強い。要は強いやつが何をやってるかなんだよ。それは本当に思った。強いやつは何やっても強いの。極端な話、本当に強いやつが相撲業界に入って、相撲が最強の格闘技だって言ったら相撲になっちゃうんだよ。だから本当ね、フィジカルとか才能に恵まれてるやつがやらないと面白くないよ。だってさ、俺がさ、体格的に恵まれてると思う？才能あると思う？無理でしょ。時の運っていうか相性とかですよね。要はその本番で緊張する俺みたいなタイプはもう息上がるわけじゃん。もうスパーリングだっつってんのにゴリゴリに攻めようとしちゃうわけでしょ。すぐ喧嘩になっちゃうわけだから。相撲はなんで最強かって言われてると、まず、なんていうの、なんでその柔道とか相撲っていうのは相手が倒れたり枠から出たら一本っていうかっていうと、倒れたら基本負けなの。グラウンド戦の不利有利は分かるわけじゃん。最近の総合を見てて。馬乗りになったら勝つんだよ、ほぼ。上に乗っかったら。だから相手が倒れてて、自分が立ってる場合っていうのはもうストップなの。一本ありっていうのはもうそこで殺されるよっていうことじゃん。9割方勝負ついてるよっていう。そう。だから相撲取りっていうのはさ、この0コンマ何秒の突進力だけで言ったら1トンぐらい出るんだよ、あれって。1トンだよ。で、1トンと1トンの力がぶつかるわけよ。それに耐えれるタフネスがあるんだよ。ステゴロ怪我人どうだろうね。まあ実際怪我してるからね、みんな。たまゆん、風船ありがとう。実際怪我してるから。俺も2箇所骨折、足首捻挫してるからさ。練習で怪我を負ってるよ。多分みんな言わないだけで怪我してると思うよ。ドレさんも怪我してるだろうし。ヒカルくんはなんかタフなんだよな。ヒカルくんは多分怪我してても気づかないタイプなんだ。でもちょっとヒカルくん心配なのが腫れやすいのね。顔が。だから顔的にボコボコになるのはヒカルくんだと思う。ヒカルくんすぐあざができんの。ちょっとの、あれで。腫れやすい体質と腫れにくい体質ってあるんだよ。番狂わせは全然あると思うよ。うん。全然あると思う。でも強い方が勝つよ、やっぱり。それも運もやっぱ勝負だから。香川さん出るみたいね、ポンスケのセコンドで。これはいいことだと思ってるから嬉しいよ。ああいう大手が来てくれるっていうのは。
カル君は顔すぐ腫れるんだよね。すぐあざになってボコって炭鉱部ができんの。ちょっとのスパーリングでだよ。だから本気でね、バチバチ打つと顔ボコボコになるよ、ヒカル君は。これは変えらんないから、体質は。うん。あー、そうだったんですね。会長、お帰りなさい。試合に勝った方が強いから下馬評なんて関係ない。まあそうっすね。でも、ちょっとやっぱナーバスになりますよ。昨日の自分の不甲斐なさ、一昨日か。一昨日の自分の不甲斐なさは。うん。和道勝つよって言われてたのが、頑張れっていうコメントになった。和道さん頑張ってっていうコメントに変わった時に、頑張れって言われてる方って基本的に弱いと思ってる方に言うわけよ。俺はあの瞬間に下馬評が入れ替わったなって思ったよね。和道さんなら大丈夫とか、コメントの質変わったなと思って。悔しいよ。ほんと寝れなかったかんね。ほんとに寝れなかった。悔しくて。動画見させていただきました。ジムの会場ではないんです。岩佐？岩佐ってなんだろう？ごめんなさい。自分が、額がなくて。岩佐？え、会長、ジムの会長じゃなかったんだ。俺、ジムの会長だとみんな思ってたんですよ。で、ごめんなさい。僕、会長のこと大好きですよ。いじるつもりもないし、バカにするつもりもないんですけど、なんかコメント欄で、なんか本当にないですからね。会長、誤解しないでくださいよ。放送で起きたことなんで。なんか、会長のことをなんか、女の前でしゃしゃってるって言ってて、女の前でしゃしゃってるっていうコメントがあって、すごいなんかいじり倒されてたんですよ。いや、もう本当申し訳ない。で、なんかちょっと会長の、その、コメントから、それがすごく面白くなって、みんなでいじり倒しちゃってすいませんでした、本当に。すごい面白かったよね。練習試合の動画、呪縛で見ながら検証し、あ、もしよかったらどうしよう。あ、いいっすよ、いいっすよ。もしよかったら YouTube 上げときましょうか。いつ頃やります？検証枠。やるんだったら、YouTube にアップしておくんで、それ YouTube の URL あった方がキャプリやすいっすよね。全然いいっすよ。俺の動画だと俺の声入っちゃってるから。あ、よかったっす。ご理解いただけて。会長が強いのは、ちゃんと説明してあるんで。ただの会社の会長、あ、そういう会長だったのか。俺、ジムの会長だと思ってて。で、トレーナーをやってる人だと思ってたの。本当に強いから。そう。で、そう思い込んでたんだ。あれは噂だったんだ。え、なんでそんな強いんすか？会長は。会長はなんでそんな強いの？総合をやってる人なんすか？あれだって素人の動きじゃないですよね。録画、ミラー、許可取らんでいい。あ、全然いいっすよ。全然いいっすよ。うん。もしくは僕のふわっちの録画から引っ張ってください。プロもみんな試合怖がったりする人いるから、それを活かして練習自信つけるか。本当っすね。マジで。あれだって素人の動きじゃないでしょ。ボクシング、ムエタイ、総合やってきました。あ、じゃあ普通に強い人なんだ。うん、普通に。そうだよ。だってあれでしょ？ベンツのツーシーターのなんだっけ？すごいの乗ってるんだってよ。ヒカルくんが言ってたけど。IT の社長の会長で、IT の会社の、なんだっけ？なんかベンツの、これですよね。ツーシーターのなんかすごいやつ乗ってるんですよね。なんかとんでもないやつ乗ってるんですよね。そう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 。会長はなんか、会社の会長なんだって。あ、そういう意味か。我流なんだ、しかも。だから強いやつは強いんだよ。しかもさ、サウスポー、蹴りづれーの。え、会長って、あれなんですか？右利きのサウスポーですか？あれ。あれなんかね、俺ね、右のジャブ重たかったんだよ。で、俺多分ね、普通のサウスポー、左利きのサウスポーじゃないと思うの、あれ。変速サウスポーで、右利きのサウスポー。だから、長谷川穂積とかのタイプだと思うんだよね。ジャブが異様に重いんだよ。多分ね、多分そうだと思う。ジムの一般会員でトータル3年か4年しただけであんな強くなんだ。やば。まあ、すごいんだよね。金持ちで強いのは反則？うん。ずっと右でした。あ、やっぱり。右利きなの、あ、骨折かなんかして切り替えたタイプかな。両利きタイプなのかな。
なんかね、ジャブが異常にね、重いんだよね。おかしいんだよ、あれ。超やりづらいよ。右足が前に出てんの。最後はさ、必死になった方が勝つな。まあ、そうだよね。気持ちだよね。あ、スイッチしたんだ。だから両方切り替えられるんだ。基本、右が前に出て、こういう構えで変わるんだよね。で、俺初めてサウスポーとやるから、わけわかんねえと思って。インロー蹴れないんだ。あれ超やりづらいよ。サウスポー。あー、なるほど。はいはいはい。タックル取りやすくするためか。すげえな。会長はどこを目指してんのかね。タックルの時、気球でも前にしたい IT 系の会社の社長、会長って意味わかんないよ。どこを目指してるんだっていう。グラップラーバキの世界でしょ。僕も右利きサウスポー、マジか。ボクシングジム1年、ムエタイジム1年、総合ジム1年。はぁ、あ。おはようよ、タモン。サウスポーは右のミドルかインファイトでガチャガチャ打ち合うしかない。だよね。踏み込まないと無理だよね。俺もそう思って突っ込んでったんだけど、まあ、ロシアンフックなんか当たんねえよな。あれね、大振りになってると思われてるけど、違くて、ドレさんに教えてもらった、もう最後の切り札って教えてもらった、ロシアンフック行ったの。まあ、当たんないよ、ロシアンフックなんか、モンションでかくて。あれは後半出さないとダメだよ。俺の親父は格闘家だよ。うん、格闘家。キックボクシングジムの、キックボクシングやってて、日本だとランカー1位かな。で、フィリピンのチャンピオンと韓国のチャンピオンで、世界大会何回か出てる。うん、俺の親父格闘家ですよ。多分、相当年上な人じゃないとわかんないけど、ムエタイの超伝説のチャンピオンと唯一戦ってる日本人だね。ああ、今でも通ってるんですね。なんつったっけな。なんだっけ、キックの世界チャンピオン、なんだっけ、名前。アンディロイじゃなくて、なんとかロイ。なんだっけ。ディーゼルノイだ。ディーゼルノイでやってる。うん。親父か、空手バカ一代みたいな人なんですよ。もう小さい頃離婚してるから、あれなんですけど、小学生の頃とか、うん。小学2年の頃には離婚してるんで。ロシアンフックは MMA の試合ならタックルを警戒させて当たることがある。あー、タックルのモーションでか。はいはい、タックルのモーション見せといてか。難しいよね。あんな大振り当たんねえわ。いきなりは。でももう、持ってる技出すしかないと思ったから、何やっても当たんねえんだったら、じゃあ一発大技決めてやると思って出したけど、まあ当たんないよ。うん、まあ無理だわ。当たった試しがないよ、ロシアンフック。親父がスカウトした選手、確かすげえ有名な選手になってるはず、キックの。三島さんって言ったっけな、うん、名前忘れちゃったんだけど。マリンさん、初見さんいらっしゃい。もし面白かったらフォローして。風船ありがとう。うん、初見さんありがとう、ウリピョン。楽しんでて。もしよかったらフォローして。俺の親父は、なんか空手バカ一代みたいな人で、もう本当に強かったですね。本当に世界最強になろうとしてたからね。ああ、そうっすよね。やっぱ、その仕掛けを作っておいてですよね。ボディとローとか、下打っておいてからのですよね。焼けっぱちで打っても無理だわ。うん。まあ、チャンピンに当たるかもしんないけど、やってる人には無理よ。ただのダダッコパンチみたいになっちゃったの。検証枠またやってみる？流してみようか。
ピードアインが出して当てないから、こういう時スピードアイン、そうそうそう、反発は見切れる、うん、ですよね。私詰めたらなんかやんの、そう、当てなくて、当てなくて、まだまだ当てない。あー、やっぱプロ志望じゃないと教えてくれないんですね、ちゃんと。プレッシャーに負けるとすぐコーナー詰められるから、ね、やだったら。てかリング攻め、リングが狭い。一瞬はね、一瞬はコーナー、コーナー、あ、まあそうですよね、やる気のない選手なんか教えても意味ないですもんね。回らないと、まっすぐ下がって、サイド回る、回る、サイドステップして、ポットとか使って、いいし、そのパンタでインロー当たってて何の意味もないよ。インローにダウンする人なんかいないんだよ。狭いよ。コンビネーションで試しながらやんない。まあこれは狭いリングなんだけど。持ってきたんだろ。持ってきました。はい、このランドリー。まあ才能のない人を育てても意味ないからね。無駄になるからね。結構お前運動不足だよ。カルテはみんなでやるね、基本的に。てかね、ドレさんと達彦さんのねやつがね、結構熱入ってて面白かったんだよね。ドレさんと達彦さんのが面白かった。達彦強ーと思って。あれが一番見応えあったんじゃないの。結構ね、ドレさんも熱入ってて面白かったんだよ。これか。力んでましたね、あの日は。だって俺会長とやると思ってなかったもん。何回も確認したもん。え、俺会長とやんのと思って。周りはだからふざけてるというか、チャンピンがふざけた空気出してんだよね。だから、基本的にジム、次回からは、捨て頃選手だけになった。これ結構熱入ってて面白かった。下から来るんだよね、ドルさんのジャブ。近づかない。コンビネーションめちゃめちゃ速いし、達彦さん強かったよね。ほら返してるんだよ。ドレさんのコンビネーションもすげえしな。あ、当日まで知らなかったんですね。ちょっと教えてあげようかなぐらいな感じだったんですね。じゃあやるのっていう。すごかったよ。ちょっと緊迫してたもん、空気が。やっぱガードがちゃんとしてるとやっぱ倒れないよね。あれ覚えないといけないんだよね。あ、直徳さんおはようございます。今日夕方でいいんすか？ごめんなさい、ちょっと寝てて、DM、あ、やべえと思って、もう6時だと思って。朝じゃないですよね、今日。あ、了解です。なんか僕の家汚いんで、近くの喫茶店かなんかでご招待します。ご招待っていうか、なんか近くの喫茶店行きましょう。ドレさん力入ってるよね、ちょっと。うん。よろしくお願いします。あ、なるほど、なるほど。達彦さんもちょっと、やっぱ師匠に、ね、師匠とやるっていうのに気合入ってるよね、この日。達彦さん多分本気で言ってるんだよね、これ。ドルさんもそれに応えてるっていう感じで、うん、これ見応えあるよ。ほら
すげえ早いの、コンビネーション。俺には見せない動きだもん。ほら、ドルさんも本気でさ、応戦してるでしょ。モーニングは食べに行かない。ドルさんも注意しようと思ってるけど、この時に、いや、このままやろうっていう目に変わるんだよね。いいよ、やってやるよっていう。答えてやるよ、タチヒコっていう。10秒。なるほど、なるほど。鈴木さん、手出しても最後10秒。よし、ナイス。もう一発。やっぱすごいよね。これを本気でやるんだぜ。これを本気で。これはドレさんと、これはマスだね。これはマス。ヒカルくんの動きはみんないいっていうよね。体力があるんだよね。野生的なんだよね。で、素直な性格だから、どんどん吸収すんの。いや、だから言ったじゃん。みやびさんとドレさん、いい試合するとか言ってるけど、殺されると思うよ、多分。ラオウだかんな。あ、いってらっしゃい、くみたん。これでやってても、試合の時はもうガバガバになるから、ちょっともう意識高くなる。なんか入ってたいと距離が。みやびさんは強いよ。え、みやびさん空手家なんだ。俺セブンさんが空手家だと思ってた。おはようラオさん。青春だよね。いいおっさんたちが青春してるのいいよね。まさかこの年になって青春できると思わなかったよ。まあ格闘技の世界わかんないからね、何があるか。何があるかわかんないからあれだけど。これが俺とヒカルくんのマスか？わがわさっきが強すぎる。待てよじゃん、これは目を鳴らすお互いの練習だから。だんだん上げてっちゃうね。今のはいいんだ。ドレさんね、スワッチの配信者ドレさん。赤い髪は俺ね。ガッツっていうか、やっぱ気持ちで負けたくないんですよ。もう気持ちしかないんで僕。テクニックもないし、フィジカルもダメだし。気持ちだけは全員より前に出ようって思ってます。どの辺からだ？この辺からか。でもね、あんまり気持ちが入りすぎてもダメなんだっていうのがよく分かった。入れるところで入れて、抜くところは抜くを覚えないとダメだ。トップスピードでいきなり全部なんて無理だよ。こんな体力ない。前に闇となんとかって人を置いてけば、あ、そう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 、俺だよ、俺。こけしさんもしよかったらフォローして。俺だよ、俺。そうだね、ガード下がりすぎてるね。そうそう、タツヒコと会長とドレさんがもうレベルが違う経験者の、ずっと支えてくれてる人たち、裏で教えてみんな。そうそう、俺
で、黒いヘッドギアつけてるのが俺ね。そうっすね、もう少し気持ち余裕持たない、本気すぎると周りが嫌がっちゃう。ね、なんだろう、なんかゴングも聞こえないし声も聞こえなくなっちゃうんだよね。過集中なんだよ、あの精神障害持ってるから、あの集中力が人よりも鋭すぎるんだよ。過集中っていう、その良くもあるし悪くもある特性なんだよね。俺の周りが見えなくなっちゃうの。試合は6月の10日だよ。リング狭い、こんなもんだよ。規定ギリギリのリングっていうのがあって、スタミナ減りがやばかったっすね。まあこのテンションでやったら3持たないわな。相手が強いからさ、みんな本気でやらないとやられちゃうんだよ。テレフォンだね、全部ね。これはマスじゃなくてスパーね。これはスパー。これはマスじゃないよ、ニックさん。ヘッドギアつけてるときはスパー。さっきのが、あの、さっきのが、あの、マスです。こっちはスパーです。いや、足が揃うのはね、癖っていうか基本忘れちゃってるの。打ち疲れじゃなくて頭すっ飛んじゃってるの。熱くなると全部忘れちゃうの、うん、疲れて足が揃ってるんじゃなくて、あのもう要は素人に戻っちゃう。素人だけど、生まれて初めての鼻血と生まれて初めての金滴だな。会長が強えんだわ、また。あ、いえいえ、金的ごめんなさい。なんか、生意気言って、余裕がなくて叫んじゃいました。申し訳ないです。とんでもないです。あれは、あれっすよ。会長悪くないです。それ、改めて検証してるんで。あの、自分が突っ込みすぎて、自分でもらいに行って、上がったところに偶然行っちゃったっていう。サウスポーやりづれんだよ。強いよ会長。金的ってあれだよ、金玉、金玉入っちゃった偶然ね、狙ったわけじゃなくて、会長の右膝のガードが俺の金的入っちゃっただけね。金的ここ、ここここの会長がローキックをカットしようとしたときに偶然入っちゃったのよ。あ、事故よ、ただの。そう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 。ここね。ここ。ここ。このガードが、俺、まあカメラで見づらいけど、ボンって入っちゃったの。そうそうそう。待てよ、膝出しだろ。もう余裕ない。あ、これは俺が失礼なことしただけよ。
体調悪くないっす、全然。何度見ても面白い。お前ら面白いかもしれないが、俺必死だよ。あ、もう痛くないっす。あの、筋的は痛くないっすけど、リバーブローがまだ痛いっす。体調の10割のフックのリバーブロー、左が痛いっすね。左の、右フックだ。リバーブローじゃないか、これ。右、左で、右だ。あ、違う、リバーブローじゃないわ。リバーブローだと思ってたけど、右フックが痛かった。そう、普通にアクシデントよ、ただ。いや、筋敵された時は筋敵って言わないと止めてくんないよ。これ普通だよ。試合だとマイクがついてないからあれだけど、筋敵された時は筋敵アピールしないと、このまま続行だよ。ミュウツー。筋敵されたら筋敵って言わないとダメだよ。これ普通だよ。試合止めないと、だって。そうだよ。これみんな言うよ。レフェリーにアピールしないと。そうそう、こうやつ、そうそう。アピール大事だよ。これは普通に言う。ただ、歓声とかで聞こえないだけよ、普通の試合は。みんな、ガンガン言ってるよ。ボディはね、3割の力でも俺は聞いちゃいます。右の最後のフックが結構良かったっすね。右の最後のフックが良かったっす。あ、いやいや、全然いいっす、全然いいっすよ。やめてください、会長。謝らないでください。めちゃめちゃ勉強になりました。いや、続きこれ。筋的はもういいでしょ、うん。試合を止める前にアピールすんのよ。選手がアピールしないと気づかないときあるから。さっきの光の時みたいに、このサバ降りたかったらすぐ分けられると、ワンサンすぐ分けに来るから、もう取るんだったら今みたいにスッと取って、もうすぐ行かない、膝は。だからね、もうこの時点でね、鼻血は出てるし、筋的でもうスタミナ切れてんだよ。気持ちは入ってるし、鼻血で口呼吸になってるし、もう全部ダメなんです。で、体力ないの、それ。三重苦なの。で、こっからすごいよ。会長の首相撲の取り方めちゃめちゃうまいから。首相撲だけ教えるために首相撲何回もやってくれるんだけど、もう対処できなかった。両方とも難しいけど、ガードを覚えないとダメだよね、やっぱり。ファールカップしてないのはね、確かに、うん、練習の時もつけないとダメだね。ここから教えるために試合再開すると首相撲をめちゃめちゃ教えてくれるんだけど、飛びつきの首相撲がやばい。筋的なんとも言えないですね、あれ。痛いっていうか、グーっていう感じですよね。うーって金玉が上がってくるの、ずっと。金玉がずっと上に登ってくる感じ。初めていい経験になった。筋的ってこんな感じなんだっていう。冷や汗が出る。お味噌汁おはよう。そう、腹にずっしりくるよね。なんとも言えないよね。これはやられた人しかわかんない。経験した人しか。あ、まあ、カップでもするよね。あるんだ、サッカーでも。おはよう、バダさん。再開します。カップつけた方がいいっすね。完全に偶然でこうなってるんで。ホムラ返りが分かんないな。これクリンチから、あ、それも手だ、それも手だ、しゃがんじゃうのも手だ。これね、しゃがんだっていう風に言われてるけど違うんだよね。会長がね、サバ折りみたいな上手い技術を使ってるんだよ。落とされてるんだよね、これ。これ違うんだよ。会長が上手い技を使ってる。なんか、総合の技なのかな。だから体重がね、ヒューって落ちちゃったんだよね。これは俺がしゃがんだわけじゃなくて、会長がね、なんかの技を使ったはずなんだよ。記憶があんまりないからあれだけど、すげえ上手かったんだよね。と、掴んでから、なんかね、なんかを体重、ほら。これ、何なんだろう、これ。しゃがんだんじゃないんだよ。違う、なんかね、すごい技をいっぱい使ってくるの。ほら、振ってくるとか、
教えてくれたんだよ、わざと。そしたら手出して、手出して、内側から。だから近い距離でうろうろしてると捕まるんだ。ほら、飛びつきとかさ。すげえうまいの。あー、どうなんだろう。俺が小村帰りになったことないから。うまいよね。いろんな技持ってるんだよ。試合の時はそんなのレフェリー決めるから休めないんだぞ。今のがかわされたロシアンフックね。今のがそのもう技がどうしようってなってロシアンフック決めたの。この後に出すから右のロシアンフックだけどね、やっぱ当たんないよ、こんないきなりは。これはもうダメだった俺の。試合の時はそんなのレフェリー決めるから休めないんだぞ。この後に出すよ、ほらダメだよ。謎のゴングだったよ。これで萎えたんだよ。でもこっからボディ攻撃だよ。会長強すぎるだろ。左右に綺麗にボディフックだから。うまいな会長。こっからすごい技術って。こっからやけくそ。気抜けちゃいますよね、ゴング。3分1分なんだけど、なんか、タイムキーパーがゴング鳴らしちゃって。こっからボディ攻撃だよ、会長の。超きつかった、これ。会長のボディね、3割の力でもこれだよ。ついぜこれ。呼吸できなくなるんだよ。倒れちゃったね。俺言ってた、ボディじゃ倒れねえよって言ってたけど、倒れちゃったわ。ごめんね、ゴンペ言ってた。ボディなんて効かねえよって。これが現実だよな。倒れちゃった。スパルタだよね。いや、いい経験だったよ、強い人と。いや、折れるっていうかね、なんか、そんなに強く打ってないよ、会長。そう、だけど、本ちゃんのボディが来ると思ってなかったから、こんな綺麗にさ、パンパン入れてくるとは思わないじゃん。てか、会長がやるとは思ってなかったから。これはきついよ。会長強いよね。かっこいいよね。いや、会長強すぎるよね。気合出てきたら苦労ないか。今のボディで効いてたらちょっとやばいですね。10% ぐらいですね。力が。すごくいい経験。試合再開まで10秒。最後の3分だぞ。集中して。試合レベルのボディは一発で、ね、途中でギブアップ許さないんだな。3分やめてるから。いただきます。そうっすね、やらないとボディ。ディフェンスしてたら怖くないんだよ、ちゃんと。いや、3分3ラウンド初めて経験しようっていう、自分からお願いしたの、ドルさんに。試合形式で3分どれくらい戦えるのかやってみたいって。他の人は3分3ラウンドやってない。
まあ基本はジャブから頭からですね。基本はね。ここからはもう見れたもんじゃないね。そうっすね。30秒数十セット。20回ぐらいぶん殴ってもらえばいいのかな。それは立ったままやるんですか、会長。それとも俺が寝転んで打ってもらうんですか。よくなんか寝転んでやってもらってるじゃないですか。もうスタミナ切れ。もうこっから意識ないよ、俺。意識ないってない。記憶ない。ちょうど半分だぞ。出せ。出せ。もう何でもいいからもう今日じゃなくて出せ。ラッチ。ラッチ。追い込んで追い込んで。ラッチ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 。寝転んでボールを落とす。あ、じゃあパッて殴ってもらおう。バスケットボールの重いやつか。バスケットボール買おうかな。折れますよ。え、あ、そっか、ダンボールちゃん、女の子なら折れちゃったんだ。立ったまま腕組んで30秒かも。了解です。手が重いとかじゃなくてもう、全部重い。俺にも恥かかせんのかな。おい。まあこれがやばいな。こんな感じだったね。あと誰がやったかな。あ、会長と、あ、チャンピン見ようか。チャンピンと、ヒカルくん見よう。あ、了解です。おはよう、ジャニーさん。おはよう。本番でこれつけるの。つけない。つけない。つけない。今ってことはもらったら倒れちゃうんだ。モロに組んだら衝撃や。行きますよ。ヒカルのフォーム？あ、フォームね。うん、フォーム綺麗よ。ナイス。いいパンツじゃないか。おい、もういいじゃないか。ボスだ。フックかいくぐったのすごかったよね。日経のリードジャムみたいな、ね、上着脱がなかったんだよね、なぜか。おい、長いね、リーチが。おい、ナイスロー。キリが。ええやんけ。いけるやん。謎の関西弁の。サンピンリーチ長いね。え、青山ディフェンス下手なんだけど。青山ディフェンスガバガバなんだけど。ヒカルくんだよ。うまいのは。ガバガバだよ。ガード。うん、ヒカル君はディフェンスうまいよ。ディフェンスうまいって言ったからフォームが綺麗。そうそう。おそうないないいけ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 い
ついたら相手にポーズ。タバコ、タバコとかないから試合に。ないから。あと何分？残り1分5秒。まだあんの？これ3回やんだぞ。残り1分。タバコ吸いたいって言ったの、うん、三瓶がね、三瓶がタバコ吸わせてって言ったの。いや、リーチが余裕がないんだよ。ジャブが相当長いから、もう嫌なんだ。はい、なかなかのところに入る。よし、行こう。ブレイク、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 もう5秒しか組めないと思った俺。何分だい。10秒最後頑張れ。8、7、6、5、4、3、2、1、で、会長と光くんか。ヒカル君は世界チャンピオンに教わってるからね、キックの。これぐらいの練習をやんないってことだから。あのミドルキックもらいすぎ、ちゃんとガードしないと。そうそうそう。丁寧に丁寧に。参考になるよね。雑にやっちゃダメ。やめ、隙がない。今のどう？顎を引いてみな。パンチもらいすぎだから。何回見ても面白いもんな。蹴り綺麗だな会長。そうだね、小さい方が多分殴り合うから面白いと思うよ。広いとやっぱ逃げられるから、ここ逃げ場ないもん。ずーっと接近戦だもん。マジで逃げ場ない。あと何秒？あー、あと20秒。残り10秒。足も腕もずっとフェイントかけてくるからな、会長。4、3、2、1、0。おー。あ、いや、まあ、しょうがない。あのね、新木場のファーストリング、下手したらもっと小さいの。これと同じかもっと小さいから。だから、あの、狭いリングで経験したかったの、俺らは。会場がしょうがない。会場のリングが規定ギリギリのリングだから、これで合ってるんだよ。新規模ファーストリングめちゃめちゃ狭くて有名だから、多分これくらいの大きさだと思うよ。軸がぶれないよね、やってる人は。そうそうそう、だからそりゃそうでしょ。450人で満席の会場だよ。だライブハウスぐらいの大きさだよ、レクチ。だ真ん中にリング置くんだから、これくらいしか入らないでしょ。上下、上下、上下、逆に言ったら、これを間近で見れるからね。逆に言ったら、この戦いをこの距離で見れるんだから。そうそうそう、プロレスとか、みんなが知ってるリングは、LL のリングでしょ。規定ギリギリのリングだから。このリングは。あ、これくらいの大きさだと思って。うん。ボディ打った後、上から下がると合わせて。みんな大きいリングに慣れすぎなんだよ。リングが小さいってことはね、殴り合い見れるし、距離が近く見れるわけだから。ナイス。
や超迫力あると思うよ。タルカンファイト、タルファイト、ファイト、ファイト、ナイス、頑張れ。ヒカル君強い。フィジカルはやっぱヒカル君いいよね。みんな褒めてるヒカル君のこと。頑張れヒカル君、ガードガード。気持ちも強いしフィジカルもいいし、テクニックは経験だから。判定がない、俺らの試合は。俺らの試合に判定はないと思ってください。頑張れ、アッパーです。頑張れ。ドーン打った後アッパーか、アッパーアイスヒカル君ファイト。逃げ場ないよ。だって 3歩ぐらい進んだら、3歩ぐらい進んでも3歩ぐらい下がってももうロープ背負うから、2歩3歩しか下がれないと思って。2歩3歩いいよ、画質いい、ありがとう。2歩3歩しか下がれない。この間の練習、そうそうそう、残り10秒、9、8、7、6、5、最後、最後だそう、4、3、2、1、0。 OK、 まあこんな感じだったね、こんな感じでした。広いとこだと戸惑うね。まあそれはね、自分でやってる競技とかさ、いろんな条件があるから、みんなそれぞれ広い狭いとかあるかもしんないけど、うん、いやーナイスファイトっすね、ナイスファイトっすね。お疲れ、お疲れっすね、うん、動画でもお疲れって言いたくなるよね。腹減ったな。お腹がこんなんだよ、みんな。あばら出てきたよ、あばらが。んー、べっこりなくなったでしょ。お腹。お腹べっこりなくなったよ。減量20日目です。今後の課題は、もう全部がダメだからな。課題。全部がダメ、うん、だいぶ痩せたよね。腹って最後まで落ちない、それくらいやってますよ。バナナいいな、バナナ羨ましい。スタミナだな一番はな。昨日腹痛かったべ、痛かったよ金太郎。今でも痛いよ。ちょっと痛いね。この辺ね。ここ、えっ、ここ。急な減量体力なくなる。多分それもあるんだと思うよ。いや、俺の腹、俺の腹知らないからそう言ってんだよ。顔もシュッとしてきたでしょ？ちょっと待って、じゃあ腹見せるわ。減量前の腹があるかな。減量前の腹。ちょっと待ってね。減量前の腹、どこだろう。ないかな。あ、減量前の腹見せるよ、じゃあ。ちょっと待って。減量前の腹がこれ、ちょうど。いいのがある。減量前どれだ、ちょっと待ってね。もう体重82キロまで増量したのがあるから、増量したのが、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。そこから比べたらだいぶ減ったと思うよ。ちょい待ちね。どこにあるかな。
うまく映ってるのがないな。今動画検索、あったあった。いくよ。減量前の腹これよ？これだよ？こっから比べたらだいぶ絞ったでしょ。どうよ。もうベルトにさ、お腹がずっしり乗っかってるじゃん。でしょ？こっからだよ。これが82キロまで増量したの。で、今が、今こんな感じだよ。だいぶ痩せたでしょ。まだ皮が残ってるけど、だいぶ痩せたでしょ。減量2週間目、今こんな感じ。全然違くない？どう？だいぶ痩せたと思うんだよね。腹引っ込ませてないよ。腹引っ込ませてないかんね。痩せたでしょ？これ2週間でこの体作ってんだぜ。だってあと2週間また絞るんだよ。7キロぐらい落ちてるよね、多分。2週間でここまで痩せるって結構しんどいぞ。うん、へこんだでしょ？言われてみたら。うん、まだまだ絞るよ。だからスタミナ減ってるのも多分減量が影響してるんだと思うよ。顔はね、あんま太ったり痩せたりしないけど、顔もでもだいぶスッキリしたって言われる、顎ラインが。でもね、本来ね、俊敏に動くためのね、減量だったのに、ちょっと減量やりすぎなのかな。だいぶ減ったでしょ。2週間でやったんだぜ。2週間でここまで仕上げてるんだぜ。身長170。使用に。もうストップした方がいいかな、減量。どう思う？炭水化物食べた方がいいかな。今、体重計持ってないから何キロかわかんないんですけど、82まで増量したんですよ。で、100キロまで上げようって言ってたんだけど、さすがに上げらんなくなっちゃって、このままだと動けないっていうので、走ってるは走ってるんだよ。うん。糖質一切取ってない。あ、糖質っていうか炭水化物一切取ってなくて、プロテイン飲むときだけオレンジ、炭糖類のオレンジジュースだけ飲んでる。体重いくつかね。うん。炭水化物ゼロっすね。ゼロ。体重制限ないんだけどね。食った方がいいかな。多分ね、そのスタミナの異常な切れ方おかしいんだよ、前回。本当になんだけど、俺3分3ラウンド本当に戦える自信があったの。それくらいの練習やってたんだよ。あの切れ方はおかしいよ、本当に。初めてのリングの緊張とか減量なのか何なのかわかんないんだけど。うん、赤身の肉はガンガン食ってる、ナタリー。トレーニング前食べてもいいのかね。まあ一応糖類はオレンジジュースだけで取ってる。そのプロテイン飲む時の。だから一日一回の楽しみだね。夜炭水化物抜きぐらいでいいですか。その間に肉はアホほど食ってるけどね。一食 300g。プロテイン2本。
プロテインだけで多分 20g ぐらいのタンパク質取ってるから、プロテインだけで 40g 取ってるのよ。初めてのリングで格闘技始めたのは2ヶ月前ですね。しかも独学っていうか、週に1回ドレさんに教わって、あとはシャトーを自分でやってるっていう。野菜食べてないですね、あんまり。野菜あんまり食べてない。この前の練習どころか、もう炭水化物取ってなくて2週間経ってます。炭水化物は一切2週間取ってないですね。甘いものももちろん取ってない。コーラとかも飲んでない。オレンジジュースだけ、糖類は。ロープ何分何分、うん、走ってるのは走ってるんだよ、金太郎。ただもっと走るけど、いや、それでそのバテてるっていうのもあるのかもしれないです。だなんかね、異常な切れ方したから、だから悔しかったんだよな。多分精神的にも体力的にもなんかがあったんだと思うけど、すげえパフォーマンスが落ちてて、その3日前の練習はすごい良かったの。辰彦さんとやったやつは。だから、パフォーマンスが全然出せなくて、辰彦さんとやったやつ、ちょっとキャプるね。これが辰彦さんとやったやつかな。ちょっと待って。あれ？なんだこれ。ちょっと待って。ちょっと待って。辰彦さんとやったやつはどれだろう。あれ？消えてる。これか。聖剣好き1万回。これか。これが辰彦さんでやったやつなんだけど、なんでこんな切れ方したんだろうなっていう。この時良かったよね、動き。この時動けてるでしょ？だから、これくらい動けると思ってたんだよ、俺。これが多分3日前、そう、スパーリングやる3日前だったんだけど、バレニアさんいらっしゃい。脳みそ最近回らないんですよね、だから。ナドミーもちょろっとやってる。3分3ラウンドぐらい。10分ぐらいやってるね。これがスパーリングの3日前ですね。会長がいた時のスパーリングの3日前のスパーリングなんですけど、この日動き良かったんだよ、すごい。朝撮った方がいいっすね。寝不足もなかったんだよね。動けてるように見えない？動けてない？動きいいっすよね。だからこれを会長の時に持ってけたらと思ったんだよ。この間は、うん。足動いてますよね。だからね、なんか不完全燃焼で悔しかったのは、それもあったんですよ。動けるじゃんと思ってたんで。バナナ糖分と高くない？大丈夫？初めてのリングと緊張もあるのかな。そうなんですよね。緊張とかかな。すげえダメだった。多分今までで一番恥ずかしかった。でもこれも食事取ってないですよ。肉は食ってるけど。この日はキレ良かったよね。とりあえず炭水化物か。ちょっと体重計乗ってみる、後で。
どっかで、うん、全然動き悪かったもんな。パフォーマンス悪かったわ。だから新八丁の枠で大はずかいただけだからね。でもコントロールっつうか、そういう制限とかも自分のね管理下だから、パフォーマンス出せなかったのは自分のせいだからね。今豆腐と納豆と肉をひたすら、肉を炒めたり煮たり、煮たりが多いかな。あとは松屋で湯豆腐と牛皿とか。今日はリアとつまつしない、うん、こんな動きだったかな。早い。今日真面目。今日。僕このこの向こうその辺じゃないですか。はい、このトイレ。大体とかどうか違うと思う。一番狭いやつって言われる。姫茶碗軽く一杯ならカロリー150ぐらいですので食べて。了解です。うん、練習で恥かくの、いや恥はやっぱ恥ずかしいよ。応援してくれてる人がいるから。ねえ、俺もスポンサーさんがいるから、やっぱがっかりさせたくないよ。あれ、マスピースとか。やっぱり、いいパフォーマンス見て、ワド頑張れって言ってもらいたいからさ。うん。まあ、試合当日でがっかりさせたくないじゃん。マスピースとかだ。俺にも意地あるからさ。あ、一回3分、もう一回測り直して。そうですね、ちょっと異常な痩せ方してるかもしれないですね。2週間で多分7キロ、8キロぐらい落ちてるんで。ちょっとやりすぎかもしれないですね。はい、この時よりさらに痩せてるもんね。この時で多分75くらいかな。体重計乗んないとダメだな。体重計買いに行こうかな。毎日40分ぐらい、40分とダッシュ10本ぐらい。あ、でもぼーっとしてるよ。雑談最近うまくできてないでしょ。イライラしたりしてるでしょ、うん、牛乳は飲んでない。牛乳嫌いなので俺下痢になっちゃう、牛乳飲むと。本番はね、テレチャンピンっていう人、テルチャンピンのね。おっさんだ。おお、これがカウンターか。バキバキバキっつった。栄養不足かな。うん。いけると思ったんだけどな。まあ次の日曜日のやつもやるって言ってたから。危ねえカウンター。まあ年上だし大手だしいいんじゃん、うん、俺は別に気にならないけどね。年も結構上だし、ていうか会長の動きいいよな。でもあれは何年もやった動きだからな。これ動いても2ラウンド目でスタミナ切れなかったんだよ。だから絶対おかしいよね。2ラウンド目でさ、この前より動いてるのに、なんでだろう、会長、やっぱ格上の人とやるプレッシャーだったのかな。で、3ラウンド目いけるって確信があったのよ。これだけ動いてもまだやれると思ったから。全然違うよね、動き。なんであんなスタミナ切れ起こしたんだろう。緊張かな。なんかね、すげえ恥ずかしかったんだよね。向こうのベンチ座ってるのはスケートボーダーだね。
失礼します。まあこんな感じだったんだよね。難しいね。やっぱ体調とのコントロールっていうか。まあこんな感じだったんだよね。あ、ごめんごめん。力みと食事のダブルパンチかな。おはようメリクリ。あ、もしよかったら花火で応援お願いします。本日の目標まで15発なんで、よろしくお願いします。いや、ヘッドギアも、ヘッドギアもつけてることもあるけど、マウスピースは普段つけてるから。花火ありがとう。レクチャー花火ありがとう。サンキュー。頑張んねえとな。プロも減量失敗で減速。いやーすごい疲れた。いや、ま、会長とやったらマスじゃなくて軽めのスパーリングだったんだけど、マス2ラウンドで、まあ体力絶対ね、普段の練習よりも短いからね。でも試合当日ああいうグダグダな体調の可能性もあるもんね。力みすぎかな？なんかマウスピースつけるといいらしいよね。パワーが出るって。オッケーオッケー。ああ、普段の相手だと、ああ、なるほどなるほど。なるほどね。ガリッガリなんでしょ。和道選手の入場です。あれ笑うよね、毎回で、ね。高村の減量失敗、毎回だよね。かま、大体その世界戦の前に減量失敗するんだよね、プレッシャーで。あれ笑うわ。減量やりすぎちゃう高村大好きなんだよね。そう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 。腰椎茸臭い。あれ笑う。毎回、俺もあれ結構好き。ほーっつってガリガリになって、ほーっつって。で、パンチ当たっても効かないね、相手。高村かわいいよね。気合でなんとかすんだよね。真っ白は明日のジョーだね、うん。最後のシーンだね。
あ、本当に帰ってくるの？よかったよかった。帰ってくる。今日まだ走ってないよ。起きたばっかりで配信つけた。今日まだ走ってない。足遅いどころかもう運動したことないぐらい生粋のニートっすね。生粋のニートっす。私もダイエットしてますが、ワドさんと同じように糖質制限で、冷凍の枝豆とか食べてます。でも糖質欲しい時はバナナ食べてます。あ、いいと思うよ。まあ、俺の場合、そうだ、激しいね、運動込みでやってるからこんだけ痩せたっていうのあるけど、だいたい糖質制限ダイエットバッチリやった時は、2ヶ月で18キロぐらい落ちたのかな？前回。15キロぐらい落ちたのかな？18だったか。ちょっと覚えてないけど、10キロ以上落ちたんで、多分、その、運動しなくてもそれくらい落ちるはずなの。ジャーニーさんと同じように。今何キロ俺が体重を落としてるのかだよね。そう、運動と。そう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 。だから、3週間ぐらい前とか2週間ぐらい前のタイムシフト見たら、顔が全然違うはずなんだよ。痩せるのはそんなに難しくないから。いつも言ってるけど食わなきゃいいだけだからさ、辛いよやっぱダイエットは、うん、ダイエットはやっぱ大変ですね。まあまあ食事制限しなくても結局運動をするか食うかの、食わないかの二択、要はインとアウトのバランスだと思ってるから。いや、もう段ボールは痩せなくていいよ。段ボールは全然いい、ねえ。いいエッチな体してるんだから。
痩せなくていいんだよ。女の子は痩せよう痩せようとしすぎて、あの魅力なくなっちゃうから。俺はね、ダンボールぐらいの体が好きだよ。ダンボールぐらいの体が好きだっていうか、俺はダンボールの体が大好きだよ。すいません、最低な発言すいません。何を狙ってるんだっていう、何をワンチャン狙ってるんだっていう。糖質制限ってほとんど何も食べられなくない？まあ豆類、あのピーナッツとかそういうのは食べれるし、肉野菜は全部食えるから、うん、ムチムチの方が男の受けいいよ、うん、あ、ダイエット向いてない。ダイエットしなくていいと思うよ、うん、そう、恐怖だよね。女の子は痩せすぎても可愛くなくなっちゃう、魅力なくなっちゃう。ちょっと引いた？でも俺配信会一のテクニシャンって呼ばれてるからね、うん、俺とセックスしたい女の子はいっぱいいるから配信会に。9時か、朝早いな。当たり目だと栄養がないかな。当たり目だと。で、その、痩せようじゃなくて食べることも大事なことだと俺は思ってるけど。痩せたらいい体っていうわけじゃなくて、その時脂肪が乗りすぎてたら脂肪を取るべきだし、健康的な体になるのが大事なんだよ。痩せればいいって問題じゃない。筋肉もなくなったらダメだし、女の子は適度に脂肪ないとダメだから。女の子は 25% ぐらい体脂肪ないとダメでしょ。モデルなんか全然性の対象にならないもんね。足は長いし背高いかもしんないけど、ひょろっとしてて骸骨みたいなもんね。体重計なければベルトの穴、ベルトの穴はもうゆるゆるになってきて、ちょっとこれくらい、拳が2つ入るぐらい痩せた、うん、いつものベルトの穴でパツンパツンだったのが拳2つ入る、うん、だからどれくらいだろう。いや、俺は小さい子が可愛いと思う。これくらい、拳2つ分ぐらいちょうど。で、モデルさんは服をきれいに見せるための、マネキンみたいな感じだからね。ねえ、エロいよね。ムチムチしてる方がエロいよ。なかなか痩せないのは多分運動不足だと思うよ。多分。俺の予想。痩せないはずがないんだもん。アイテムありがとう。ハートプレゼントありがとう。バガーありがとう。S ちゃんありがとう。助かります。8キロは痩せたかもね。アイスクリームとか食べたい。もう試合終わったらスイーツ食べようね、みんなで。試合終わったら甘いもん、パフェ祭りだよ、パフェ祭り。くそ、パフェ食いたいよ、パフェ。ぽっちゃりが好きだし、背の低い子が好きなんだよね、俺は。褒められる、でもね、周りに褒められたりとかっていうのは外部的な要因だから、うん、自分でやっぱりやらないダメだと思う。自己管理だと思うよ。褒められてテンションが上がるね、ぐらいの覚悟だったら、体型変えられないでしょ。何でもそうだけど。
自分で決めたことを自分で守るだけだから、だから俺はその痩せようと思ったり太ったりなんて余裕でできることだから、自分で決めたことをやればいいだけだから、それができないのは自分の問題だよ。やっぱり周りを言い訳にする人っていうのは何もできない人だから、でしょ。決めたことを守る、頑張る、それだけだよ。俺は美容目的でやってないからさ。別に太ってても魅力的な人は世の中に5万といるんだし。痩せないってことは食べてるんだよ。痩せないってことは運動してるんだよ。体質のせいにしたりとか、他人がどうこうとか、絶対自分は知ってるから、食べてるの、運動してないの。食べないで運動したら痩せるよ。まず自分っすよね。で、結果が出てきたら周りの目が変わるだけですよね。弁護士さん、減量成功してますよ。見ます体。ベンドさん。82キロだったんですけど、体重計まだ乗ってないんでわかんないですけど、減量成功しましたよ。2週間目です、今。ちょっと見て、ベンドさん。やったでしょ？ベンドさん、うぃー、まだまだ絞りますぜ、まだまだ行きますぜ、痩せたっしょ？でも筋肉もついたよね、ちょっと前よりだらしない体じゃなくなってきたよね。もうちょいっす、もうちょいっす。ウエストも多分相当、ウエストもだいぶ絞れました。もうちょい肉残ってるけど、ここに。腹筋割るまではまだ時間かかるな。ぽっこりお腹は。油がちょっと出てきたね。いい感じに減量成功し、減量してるけど。でもちょっと食えって言われてますね、今。スタミナ切れ起こしてんの多分その減量のせいかもって。どこを目指してんだよな、俺はな。アスリートを目指してるみたいになったけど。うん。いや、言われたことないね。そうだね。そうだね。もうちょいだね。もうちょい。ファイターになってきたよ、だんだん。でもメンゾさんもね、ほっぺた結構げっそりしてきて、減量うまくいってるよね。メンゾさんもだいぶ体絞ってる。メンゾさんもともと痩せてたんだよね。
何やろうかな今日。夕方まで時間あるんだよな。じゃあそろそろ配信終わりにするか。じゃあ皆さんありがとうございました。花火11発ありがとうございます。今日の目標花火あと14発なんで頑張ります。じゃあまた後で。お疲れ様でーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。